ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。今回は店内の紹介動画を撮ろうと思います。はい、現在店の前です。当店は埼玉県朝霞市朝霞駅から徒歩5分程度の場所にあります。当店はビビオ K102 号室です。こちら102ですね。リラクヤの看板があります。ビビオ K です。お店入りますと、レジがありまして、レンジありまして、入って右手にトイレです。距離はこういう感じですね。とホットキャビがありまして、でこちらも紹介したかったんですが、左手のこのディプロマって書いてあるのがロミロミの方のディプロマになります。でこちらは先日撮りましたカンコルギーセラピーオルチャンフェイシャルの方ですね。そちらのセラピストとしてのライセンスをいただいております。このような韓国小顔コルギ美容協会認定っていう形で未来さんから発行していただきました。コルギに関してはまだ正式にコースに入ってないんですけれども、まあ、こういう形でセットもありまして、こちらはフェイシャルスチーマーですね。オルちゃんの、まあ、メニューで使いますフェイシャルスチーマーです。経血人形もそのまま新井薬師店から持ってきました。こちら以前の店舗で、使っていたリラクヤの看板ですね。中にこう電気が入っていて2階部分に設置してたんですけれども、今完全ご予約制になっておりますし、プライベートサロン的な感じでひっそり営業してますので、こういった看板類大きなものは出しておりません。記念的な感じで入れております。でこちらは日本シアバターセルマ協会からいただいた理論実技の講師認定ですね。認定証です。それとこちらは、最初にいただいたディプロマになりますね。マニュアルセラピスト学院というところを卒業いたしまして、その証書的なディプロマになっております。まあ、おかげさまで今たくさんのお客様にご予約いただいておりまして、あと私が妊娠中でして、通常営業が9月末までということになっておりまして、10月以降に関しては様子見ながらっていう風になります。なかなかちょっとご予約は取れなくなっております。どこにお店あるんですかとか、予約取れますかとか、お問い合わせもたくさんいただきます。その辺の近況報告も含めてこのような動画で紹介させていただきました。現在は駅店が予約サイトになってまして、キャンセルが出ないと取れない状態ですね。お店は9月いっぱいまでなんですが、10月以降も動画は続けてまいりますし、まあ、できる範囲でね、いろいろお仕事はさせていただきたいなと、活動というか、まあ、ブログの更新ですとかしていきたいと思っておりますので、そちらをチェックしていただけましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。 See you.